そういうことですよね。はい、おはようございます。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。今日のテーマは教育事業の立ち上げ方です。教育事業をどのように立ち上げていったのかっていうお話をしたいと思います。まず僕はね、ライフスキルの学校っていうのを和歌山に立ち上げて今7年目です。子ども向けには放課後の学習塾というか放課後の、放課後スクールをやっていて、大人向けにはなんかセミナーとかイベントとかをやっています。で、現在子どもさんは300名、大人向けには300名で、子どもさんってことは子どもさんの保護者さんも大体300、400名いるので、まあ、合計で1000人規模のコミュニティを今運営しているということです。で、今7年目なんですけど、最初はやっぱり0人じゃないですか。0人もう0人だったけど、この7年間いろんな活動をやってきて1000人になったということで、まあ、どのような活動をやってきたのかということをまあご紹介したいなと思ってます。でね、これをちょっと見ていただいている、まあ、教育事業をやりたいとか、教育で何か起業したいっていうことの方のために何かこう参考になればいいなと思ってます。はい、こんな感じでね、台本はゼロで、自分と対話しながらちょっとやっていきたいなと思ってます。まずそもそも僕が起業したのは、2011年1月に立ち上げたんです、ここ。ね、ここ、ライフスキルの学校、ピーターソックスをまあ立ち上げたんですけど、1月に立ち上げたんですけども、やってたことっていうのはもう1月の前にもやってたわけじゃないですか。じゃあ起業する前にどのようなことをやってたのかっていうと、まああれですよね、基本的にはビジネスモデルを作るということですね。はい、ビジネスモデルって何なのか。それは、お客さんを満足させる、顧客満足と収益を上げる、収益構造、この2つが備わった事業計画書ですよね。それいりますよね。お客さんだけが満足してて赤字やったら潰れてしまう、ね、収益上げるってだけやっててお客さんが全然満足してなかったらお客さんが減って潰れてしまうということで、どうやってお客さんを満足させるのか、そしてどうやって収益を上げるのかっていうことをその一つの、資料としてまとめてました。それをまず、1月の前の段階、3年ぐらいかけてやってましたね。はい、3年ぐらいかけてやってました。その事業計画書の中には、まあ、ビジョンですよね。一番最初に来るのはビジョンっていうのは、僕がやるその教育を通じてどういう世界を実現したいのかっていうことです。何のために存在しているのかって、存在いいですよね。まあ、そういうところで言えば、ピーターソックスで言えば、いつでもどこでも自分らしく輝ける社会を作るってことなんです。ね、学校だけ、テストの時だけ輝いているとか、スポーツをやっている時だけ、スポットライトを浴びている時だけキラキラしているではなくて、学校で学んだこと、スポーツで学んだこと、ダンスで学んだことっていうのを学校を超えて社会でもコミュニティでも使えるようにする、社会で自己発揮して自己実現して自分らしく生きていく、そういう世界を作っていきたいんだっていうようなビジョンを、まあ、3年とか4年かけて、まあ、作り上げたわけですね。で、ビジョンがあって、その下にはミッションですよね。まあ、ミッションっていうのは一言で言えば、ビジョンを実現するための最も重要な活動は何ですかってことです。一番重要な活動は何ですかってことなんですね。じゃあ僕の場合で言えば、ライフスキルを高めるってことです。非認知能力を高めるってことです。なぜなら、ライフスキルが低い人が多いなって感じていたから。そうなんです。ライフスキルっていうのは、いわゆる目に見えない力、コミュニケーション能力であったり、自己肯定感であったり、一歩踏み出す勇気であったり、倒れた時に立ち上がるグリッとやり抜く力であったり、そういう目に見えない力ですよね。そうやってね、学力テストで測れないんですよ。測れない。で、学校教育でやってるのは目に見える力ですよね。英語力とか漢字力とかね、歴史とかの年号をどれだけ覚えるのかっていう学力テストで測る力ばっかりやってるわけじゃないですか。で、それ大事ですよ。それ認知能力っていうで、それ大事なんですけど、目に見えるそういう力とかスキルっていうのは、目に見えない非認知能力がなかったら社会で活かせないんですよね。ね、これで英語力がどれだけ高かったとしても、コミュニケーション能力が低かったら外国人とうまくこう信頼関係築けないですよね。パソコンの専門知識がいかに高かったとしても、それを販売するための営業する勇気がなかったら営業しないわけだから売れないんですよ。だから持っている力、学校で学んだ力
知識とかスキルとか専門的な能力、それを社会で生かすためには目に見えないライフスキル、非認知能力が必要やなっていうふうに僕思ったんですよ。だから学校では目に見える力をやっている、だから学校以外の放課後スクールでは目に見えないライフスキルを高めるんだ、これが僕のミッションでしたね。いつでもどこでも自分らしく輝ける社会を作る、それがビジョンであり、そのための最も重要な活動、それがライフスキルであると、これが僕のミッションです。ライフスキルを高めるってこと、これがミッションですね。この2つ、この2つが事業の根幹になるので、じゃあそのライフスキルを高めるためにはどうしたらいいんだろうってことをまあ考えていたわけです。この上から下ろしていく感じですね。ビジョンを実現するためにはミッションが大事で、ミッション、ライフスキルを高めるためにはじゃあどんな商品とかどんなサービスとかどんな価値観が大事なのかなっていうのを上から順番に下ろしていった感じですよね。そう、ライフスキルを高めるためには僕はその時はスポーツが大事だって感じました。スポーツっていうのは社会の縮図であると、社会で経験するようなことをもう実際のスポーツの現場で体験できる、どんだけ努力しても報われないものがあったり、自分が言いたいことをちゃんとチームのメンバーに伝えないとチームは強くならないですよね。で、自分の目標だけじゃなくてチームの目標も考えないといけない。そのスポーツというそのちっちゃいちっちゃい世界ですけれども、そこで行われている経験とか体験っていうのがそのまま社会で、社会とね、こうなんていうかもう縮図になってるんですよね。もうだから社会のリハーサルができるのがスポーツなんじゃないかと。で、うまい具合にスポーツで社会のリハーサルをしていたら、社会で使える力っていうのを、身につけることができるんじゃないかっていうふうに僕はその時は仮説を立ててだから僕はスポーツを通じた人間教育プログラムを勉強していったんですよ。で、それをビジョンから下ろしていったわけです。いつでもどこでも自分らしく輝ける社会を作る、そのためにはライフスキルが必要だ、ライフスキルを高めるためにはスポーツ教育が必要だ、だから僕はスポーツを学びに行ったんです、留学。こう上からこう順番に下ろしていった感じですね。別に下から行ってもいいんですけど、僕のタイプはまずどういう世界を作りたいのか、そのためには何が必要なんだろう、何が必要なんだろうって落としていく方が僕の場合はやりやすかったですね。はい、だからそういうその事業計画書、ビジネスモデルを作るっていうことを、まあ、起業する前にやってたんですけど、まあ、そこにはそのね、ビジョンとかミッションとか、そのミッションを達成するための商品とかサービス、コンテンツ。で、それをじゃあ価格をいくらで売るのかとかね、それを売って、じゃあそのためにいくらかかるのかって、そういうね、もちろん細かいこともいっぱいあるんですけど、これ語り出したらキリがないんで、またビジネスモデルの作り方っていうのはまた違う動画で紹介したいと思います。で、とにかく起業する前にやってたってことは、やってたことはビジネスモデルを作るということ。まあ、それをまあ、メインでやってたと。で、それ以外にはあれですよね、僕コラム書いてたんですよ、コラム。起業する直前まで僕アメリカに行ってたわけじゃないですか。で、起業して帰ってきた時はこの和歌山で学校作るって決めてたんで、帰ってきてあんた誰ってなるじゃないですか。全然知らないんで僕のこと。だから帰ってくる前に僕のことを認知してもらってたらビジネスがやりやすいんじゃないかっていうふうに考えたんですよ。だから和歌山の地域の情報誌、例えばいくつかあるんですけど、そこで僕はね、約2年間ぐらいコラムを担当してました。アメリカ留学日記っていうコラムと、スポーツを通じて、子供を育てる教育っていうコラムですかね。それ2つかな、もう1つかな、3つぐらいコラムを書いてたんです。で、それを毎月書いてたから、で、そのコラムっていうか、その情報誌っていうのは和歌山で最も見られるような情報誌なんで、僕が帰ってくる前に、なんかミスターオカッチっていう人がアメリカに勉強しに行ってて、なんか帰ってきて起業するっていうのが、うっすらね、うっすらこの自分がやろうとしているここのエリアで、認知してもらえたっていうのはすごい大きかったなと思います。はい。ね、それをやってましたね、留学前は。で、それものすごく大きくて、家を借りる時もだってフリーターじゃないですか。フリーターというか仕事がない状態なんで、サラリーマンの時は何も考えずに好きな家住めたんですけど、結構断られたんですよ。アメリカから帰ってきてね、和歌山に。どの家住むっていう時に、で、全然収入ゼロな状態で、この人に貸して大丈夫かなっていう、その信頼性がない状態だったんで、結構苦労したんですけど、そのコラムを書いてたっていうね、そのコラムを見せたら、あ、この人やったら信頼できるっていうことで、まあ、すんなり最後ね、何件か断られたんだけど、そのコラムで家を借りることもできたっていうこともあったんで、それコラム書いててよかったなと思いました。はい。で、それがまあ起業する直前までそんなことやってましたね。で、帰ってきました。
まあ、和歌山に帰ってきてその2ヶ月後にまあ起業するんですけど、まあ、そこからは実際のあれですよね、商品をまあどう提供するのかっていう具体的なことですよね。場所をどこにするのかとかね、じゃあ、教材はどうするのかとかね、じゃあどういうふうに告知するのかとか、そういうことをまあ考えてましたね、最初起業する直前2ヶ月は。で、僕の場合はその初めは教室は持たないって決めてたんですよ。教室を持ってしまったら固定費めっちゃかかるじゃないですか、賃貸でやってたら5万とか8万とかかかるじゃないですか、光熱費もかかるし。だからそうじゃなくて、最初はできるだけ固定費を抑えようと思ってたんですよ。固定費をものすごく抑えてスタートしようと。なぜならいきなりお金をバンって使ってしまったら、やり始めて気づくこともあるんですよね。やり始めて、あ、違うかった、あ、こっちの方がいいわと思ったら、それもったいないじゃないですか。だからいつでも変化できるように、固定費は極限まで抑える。だから場所を借りないということをやってたんで、場所がないからどうしようかって、拠点がないわけなん でその時僕が思ったのはやっぱホームページですね。ホームページってのはものすごく大事にしました。ホームページのデザイナーさんと、多分和歌山に帰ってきて一番最初に会ったのがデザイナーさんです。デザイナーさんに僕の思いを伝えて、その思いが伝わるようなホームページっていうのをものすごく時間をかけて作っていただきました。はい、そこがね、起業して2年間ぐらいはそのホームページが拠点になっていましたね。で、その拠点を作るっていうのはすごい大事かなと思ってて、まあ、Facebook であったり、インスタであったり、Twitter であったり、いろんなとこでいろんなことを語るんですけど、語って興味を持った人が行ける場所ですよね。そこに行ったら、まあ、僕がやってる活動とか商品とかサービスが全てが知れるっていう場所、そこはもう実際にこういう場所でもいいし、僕の場合はホームページっていう場所であったんですけど、そういう何か全部そこに情報が集積している場所っていう拠点っていうのを作るのがすごい大事かなっていうふうに思ってました。はい、でそんな感じでまあ起業したと、まあ、初め0とか1とか2に2人とかそんなんですよね。はい、でやっぱり最も力を入れたのは集客ですよね。どうやって集客するのかっていうのをものすごく力を入れてて、まあ言い出したらいっぱいあるんで、これまた集客に関してはまた違う動画で紹介したいと思うんですけど、まあとにかく言えることは全部やったということです。はい、小学校のチラシ配りも行きました。もう毎朝行きました。3ヶ月間行ったし、でもちろん店の、チラシをに店を置いてもらうってこともやりましたし、あとは Facebook の広告とかもやりましたし、地域の、広告、なんていうかチラシとかにも載っけてもらうっていうのもやりました。まあ、全てやったんじゃないですか。この和歌山でできる広報の手段はもう全部試してみたましたね、この2年間で。で、2年間で試してみて一番効果が良かった方法っていうのをまあ今続けてます。それまた違う動画で紹介させていただきますね。で、まずやっぱお客さんが来ないと、生徒さんが来ないと授業ができないんで、まず集客ですよね。で、集客に関してもやっぱり、こう商品だけの説明をやってても、こう押し売りされてる感じになるんで、商品の説明ばっかりするんじゃなくて、どちらかというとコラムとか、僕の教育に対する考え方とか、なんか読み物としてそれを読むだけでも価値があるようななんかコンテンツを配信するっていうことをやってましたね。もう商品の説明だけじゃなくて、それを読むだけでも、なんか、あ、この人はこういう思いを持って仕事をしてるんだな、教育をやってるんだなとか、あ、この情報役に立つ、お菓子買ってって狙ってる子供に対して、あ、こういうような関わりをやったらいいんやって、その読むだけでも役に立つような発信っていうのをやっていました。だから商品を買ってっていうような集客よりも、それを読むだけで皆さんの問題が解決するような、そういうようなコンテンツコラムであったり読み物であったり、そういうのを発信するっていうことを、まあ、結構力入れてましたね。はい、あとはやっぱ僕のこの教育において僕の中で大事なのは、やっぱ街とつながるっていうことがすごい大事かなと思ってて、その街にはね、やっぱいろんなプロフェッショナルがリアルに生きてるんですよ。で、子供たちってやっぱその街のことに興味ないんですよね。例えば和歌山なんて、僕和歌山大好きですよ。和歌山ってあれなんですよ、高校卒業後の県外進学率が42年連続全国1位やったんですよ。去年までね。去年は、全国2位やったんです、ちなみに。大学がね、町にね、4つぐらいできたんで、それで全国2位になったんですけど、それでもね、多くの若者が高校卒業したら、県を出ていく。これってなんかすごい寂しいことじゃないですか。でもそれっていうのはもちろん働く場所がないとか学ぶ場所がないとか、まあもちろんその根本的なハード面での課題っていうのはあると思うんです。で、もっともっと
あのメンタルの面というか心理的な面で言えば、和歌山のこと知らないんですよ皆さん。和歌山のおもろい人に出会ってないんですよ。もう学校と家との往復、部活やったりバイトやったりとかいうことで、街でリアルに街を歩くっていう体験とか、街の人と触れ合うっていう体験自体が少ないんですよね。だから僕自身はその街、この街っていうのは、街でいろんな大人がいるんですよ。やっぱリアルにプロフェッショナルがいるんですよ。その大人と触れ合うことで街のことも好きになるし、あ、こんな生き方あるんや、あんな働き方あるんやみたいな感じで、なんていうかその刺激にもなるし、自分の街とか自分の未来にも希望が持てるんじゃないかなと。で、自分の街が好きになったら、じゃあ大好きな街であんな問題がある、じゃあ僕は解決しないと、川が汚い、ゴミがいっぱい落ちてる、なんとかしないとっていうふうにこう問題意識を持って自分ごとになっていくんですね。自分ごとになっていくと、やっぱそこからいろんなアイデアとかいろんな考えとか出てきたり、その行動につながるんですね。やっぱ行動していくと、やっぱ成長して世界が広がっていくんで、やっぱり出発点は自分の街を知るということ、そして好きになるということ、そして問題意識を持ってそれに向かって行動するということ、そのプロセスが生きる力、ライフスキル、つまり非認知能力を育むために大事だなと思ってたんですよ。だから僕はこの街とつながろうっていうことをやってました。具体的に言えば、この街で活動している、なんか音鳴ったな、大丈夫かな、この街で活動している、いろんな団体があるんですよね。20代でこう街を盛り上げようっていう団体とか、30、40代で、この街を活性化しようっていう団体、いろんな団体があったんですけど、そこに入って、一緒にイベントをやったりとか、そのイベントに参加させてもらったりとかしながら、この街の課題を一緒に解決すると、街の人たちと一緒に触れ合う、一緒に出会うと、つながるっていうことをやってました。で、実際そういう街のイベントとか参加することで、そこのプロフェッショナル、カメラマンがうちに来てもらって一緒に映画を作ろうとかやったりとか、で実際なんやろな、あれやな、おむすび屋さんとコラボしておむすびのメニューを開発しようとかやったりとか、自分たちのそのやってる商品とかサービスの教育コンテンツにもつながってたんで、そう、街とつながるっていうのはすごいいいなと思ってて、やっぱまあこの街をつながるだけで結構話してるんですけど、やっぱりその大手とかやっぱいっぱい出てあるわけじゃないですか。すでに和歌山でもいろんな大手英会話スクールとかいっぱいあるんですよ。でその大手と、まあ競争するってわけじゃないですけど、やっぱ選ばれるわけじゃないですか。大手を行くのかうちに行くのかってお客さんからしたら選ぶわけで、じゃあそうなった時にうちが選ばれる理由って何なのかっていうことをやっぱ作っていかないといけないんですよ。選ばれる理由がなかったら選ばれないんですよ。お客さん来ないんですよ。でそうなった時にやっぱりうちができること、僕ができることってのはさ、街のリアルに生きてる大人と触れ合う機会とか、リアルな人生とか生活とか暮らしとか、そういう暮らしとかを体験しながら、体感しながら学んでいくっていうことは、これはちょっとなかなか大手には難しいんじゃないかなと思って、でそのポジションをちゃんと確立してやっていこうっていうふうに決めたんで、まあ、街でやっていく、街とつながるっていうのはすごい大事かなって思ってやってました。はい、あとはな、そうやな、街とつながるってこともやったし、あとはね、まあ、それの延長線上なんですけど、やっぱその町の課題を解決するっていうことを一生懸命やってたら、やっぱいろんな人が応援してくれるんですよ。でみんな町好きなんで、和歌山が好きなんで、その和歌山が好きな人たちに応援してもらえるんですよね。例えば僕がやったのは、そのこれもチームサンドシーっていう30代の経営者の集まりっていうのを、仲間と協力して作って、そこで町でね、買い物する機会がどんどん減ってるわけじゃないですか。減ってるから、そのキャッシュモブっていうイベントで、なんというかみんな驚かせようって、いきなりね、そのキャッシュモブって何なのかというと、街で突然買い物をするっていうイベントなんですよ。フラッシュモブは街で突然踊り出すじゃないですか。キャッシュモブっていうのは街で突然買い物するんですよ。ある日突然ね、お店に50人、100人が行くと、その行列になってたら、通行人びっくりしますよね。通行人びっくりしますよね。で、そこでね、それで物を買うんですよ。物を買ったらもちろん店もの人も喜んでもらえるし、それ買ったものを SNS とか写真とかで掲載すると、その街の魅力っていうのが世界に発信されるんですよ。で、それってめちゃくちゃ面白いんじゃないかっていう取り組みをやってたんですよ。で、そういう取り組みやってたら、その30代の経営者の団体も、いろんなところに取材してもらったりとか取り上げてもらったりもするし、で、僕自身も取材を受けたりとか、テレビに出たりとか、そういうふうな活動面で取り上げてもらったりとかしたんです。だからやっぱそうやって自分の事業だけにフォーカスするんじゃなくて、事業とは別になんか社会課題を解決するようなことを一生懸命やってたら、それも最終的には仕事にもつながってくるんかなっていうふうに思ってます。で、まあ、一番いいのは自分がやってるビジネスで社会課題をするって、そこがね、もう
そことこう一致させれたらいいんですけど、でも教育事業っていうのはその営利目的じゃないですか。営利目的でやってるんで、それもやってるのも営利目的やろうみたいな形でこう見られてしまうこともあるので、ちょっとそこはね切り離しても別に悪くはないのかなっていうふうに思ってます。はい、こんな感じでね、話し出すとね止まらないんですけど、いっぱいあってね、まあその町とつながるとか社会課題を解決するってこともやったりとか、あとはねあ、そうですね、やっぱこれもつながるんですけど、町のイベントとかにもどんどん積極的に出演すると。まあその英語の無料体験をできるとかね、なんか僕が無料で講演するとか、そういうのはどんどんやってました。だからいわゆる入り口を広くするってことですよね。今これ教室があるんですけども、教室の入り口っていうのは一つなんですけど、そういうイベントを参加することで、そこがね僕の学校との入り口になるんですよ。そこで僕と触れ合ったり先生と触れ合ったりすることで、あ、この学校面白いなってなったら、そこが入り口となってここの体験に来てもらえるっていうのがあったんで、そうやって街のイベント、いろんなコミュニティにどんどん参加するっていうのはすごい大事ですね。でもちろん自分の拠点でどんどん発信して来てもらうっていうのは大事なんですけど、すでにあるコミュニティっていうのがいっぱいあるので、街にそこの人とコラボして、そこで、なんかイベントをやったり教育のコンテンツをやるっていうことは結構大事かなっていうふうに思ってます。はい、そうやな、そんなことをやったり、あとはね、やっぱ先生との信頼関係ですね。これもね、ものすごく大事かなと思ってて、やっぱり最初はね、もう、なんていうか、プロフェッショナルの先生ばっかりこう、まあ、今もそうなんですけど、自立しているプロフェッショナルの先生と契約して、その時間だけ仕事をしてもらうってことをやってたんですね。で、実際僕がその先生と会うのも、月に1回。とかそんな感じだったんですよ。やっぱその感じやったら信頼関係ができないし、僕が作りたい世界っていうのもちゃんと伝えられないんですよね。で、向こうとしてもなんかほったらかしにされてるみたいな感じになって、結局そういう先生っていうのはね、やっぱ僕が原因で辞めていってしまったんですよ。実際辞めていってしまうと、先生が辞めると、じゃあ僕がやらないといけなかったり、そこの教室を閉じなかったりしないといけないんで、やっぱりこう苦しくなるんですよね。やっぱそこに来ていただいている先生といかにこう信頼関係を築くのかっていうのはすごい大事やなと思ってて、でもそれもなんか一方的にこっちがこんなことを提供しますよとか、そういうことじゃなくて、お互いが自立した存在、僕はこういうビジョンでやっていくと、このビジョンで興味がある人、どんだけいるみたいな感じで、興味がある人に来てもらうということですよね。興味がある人に来てもらって、僕が提供するのはこういうことは提供できると。で、あなたが提供できるのはどんなことを提供できますかっていうことが合致したら、そこの合致した部分だけやるっていうことですね。もちろん正社員の方を雇うっていうのはすごい大事なんですけど、やっぱりその何かあった時の支えになるし、本当に僕が今の前の正社員がいなかった状態だったら、僕が病気になったらもう潰れてるんですよ、ここ正直。でも今正社員の方がいるから、僕がたとえ何かがあっても、その正社員の方がやってもらえるっていう状況が作れてるんで、そういう意味で正社員の方がいるっていうのは本当にすごい大事なんですけども、正社員を雇いすぎるとやっぱ固定費が圧迫するんで、そこはね結構難しい、雇いすぎるとちょっと難しいかなと思ってるんで、やっぱりそのなんていうかね、賛同できるプロジェクト、このプロジェクトにやりたいって言って、このプロジェクトに賛同してくれる人だけ集まって、そのプロジェクトをやると。で、そのプロジェクトが終わったら解散でもいいんですよね。解散みたいな感じで、また新しいプロジェクトやるって言ったら、そのプロジェクトでやりたい人が集まると。でもどうしてもコアなメンバーっていうのは 2,3 人いるんで、 2,3 人は必要なんで、そこのコアなメンバーだけちゃんと確保した上で、あとはそのプロジェクトごとにその先生とか仲間とかをやっていくっていうスタイルが僕には結構合ってるなっていうふうに思いました。はい、まあ、そんな感じで仲間ともね、プロジェクト単位でコミュニケーションしていくと。だから僕は僕のビジョンがあり、その人にはその人のビジョンがあると。そのビジョンが一致する部分だけ一緒にやろうというような形で、今は社内ではコミュニケーションしてますね。はい、っていうことと、ということがありましたね。そうやって、まあ、チームを作るってことが一つ。あとは、どんなことかな。そうやな。あとは、まあそうですね。まあこれもさっきのことにつながるんですけど、自分がやってる教育コンテンツで、社会の課題になるようなことを解決するってことが結構やってましたね。まあ例えば、なんていうの？まあ、和歌山から人がどんどん離れていくから、和歌山のことを好きになってもらおうっていうことで、和歌山の働いてる人をインタビューするっていうようなプロジェクトをやったりとか、あとはその和歌山
和歌山のことをもっと好きになってもらうために和歌山トランプを作ろうとか、そういうふうに社会の課題を解決するようなコンテンツやったらいろんなところから取材とか受けるんで、そこでね、あの認知してもらえる機会が増えていくから、そうやって自分がやってる仕事でお客さんのためになるってことはもちろんのこと、その社会の課題をどうやって解決するのかって一歩先を見た上でそれを発信していくと。で、発信したことをただ自分の SNS で発信するんじゃなくて、ちゃんとプレスリリースを作って、例えば和歌山やったらそういう記者クラブっていうのがあるんで、多分どこの県にもあると思うんで、その全てのプロジェクトをやる前に1ヶ月前にはそのプレスリリースを作って、それをその記者クラブに渡したりとか、知り合いのメディアの方に直接持っていくっていうこと、これ直接持っていくってめっちゃ重要みたいです。あのメールって1日30通も40通もメールが来るみたいなんで、あんまりね、もうあんまりなんていうかインパクトがないみたいなんですよ。だからメールよりもファックスの方がいい。で、ファックスよりも直接渡した方がいいみたいな感じなんで、順番的に。だから本当にこれやって思うプロジェクトは、直接メディアの人のところにね、四大新聞とか毎日新聞とか朝日新聞とかいっぱいあるじゃないですか。そういう新聞とか地域の情報誌さんのところに直接持っていって、直接その記者の方に説明させてもらうっていう機会を持つっていうのは、やっぱものすごく重要やなと。メール楽なんですよ。楽なんだけど、やっぱこういうふうに会って直接話すっていう機会をすることで取り上げてもらえる率はかなり上がると思います。で、うちで言ったら多分1年で5回ぐらいは新聞とかメディアには掲載してもらってます。それはちゃんとプレスリリースを書いて、ちゃんと、社会課題を解決するような、まあ、コンテンツがあり、プレスリリースを書いてそれを直接渡しに行ったり、まあ、記者クラブに持ってったりって活動をやってるからだと思うんですね。そういうふうにちゃんと知ってもらうような努力をするということがすごい大事かなと。で、自分がこんな商品ありますよ、こんな商品いいでって自分の口から言ってもあんまインパクトないんですよね。それよりも自分の友、そのなんていうか、お客さんの友達からこの商品いいよって勧めてもらったりとか、なんかその普段読んでるその新聞とか雑誌とかに取り上げてもらってるとかいう方がなんかインパクトがあるんですよね。だからいかにそうやって自分の口で語らずに自分の商品とか教育コンテンツを紹介してもらう、空気を作るのか、そういうような状況を作るのかっていうことが、結構集客の上では大事なんかなと思ってます。はい、そんなもんかな。はい、で、あとはですね、そう、これは教育事業に関わらず言えることなんですけど、やっぱね、頑張ったら頑張っただけ楽になって、お客さんにも喜んでもらえて、やりたいことができるっていう仕事のスタイルを作っていくことがすごい大事かなと思ってて。で、僕当初1年目、2年目、3年目っていうのは、頑張れば頑張るほどしんどくなって、疲れて、やりたいことができなくなって、お客さんの満足も下がるっていう働き方をやってたんですよ。まあ、具体的に言うと、僕自身が全ての仕事を抱えてたってことです。大事な仕事を任せず、あれもこれもやっていこうっていうふうに、ね、全部抱え込んでたということなんで、任せられないんですよ。だから僕が風邪ひいたらクラス休む、つまり収入がゼロやし、僕がやっぱ疲れてきてたら、そのクラスの質が下がっていくんですね。で、やりたいことよりもやらなければならないことに時間を使うことが多くなってくる。そうするとどんどん元気、エネルギーなくなっていくじゃないですか。だからそうじゃなくて、なんていうか僕がなんかその今やってる仕事をもう二度とやらないようにするにはどうしたらいいのかって発想ですね。この仕事をこの仕事だけやって、またその仕事が来たらその仕事をやるっていう仕事のスタイルやったら、まあその局面はまあそれでいいんかもしれんけど、同じ仕事をずっとやり続けないといけないじゃないですか。そうじゃなくて、その仕事を受けた、その仕事をやった、じゃあその仕事をもう二度と、まあその時5時間かかったとしますよ、その準備に。その5時間かからない、半分の時間にするにはどうしたらいいのかって発想で、その仕事を取り組む。例えば具体的に言ったら、原稿をちゃんと作ったりとか、まあ講演会やったね、原稿をちゃんと作って、その講演会の動画を自分で撮ると。自分でその事前に撮っとく、こうやって。撮ってたら、それをまた同じような講演会を受けたら、それを見るだけで、なんていうか手間が省けるじゃないですか。で、当初はもうやりっぱなしだったんですよ。そうやってなんていうか、カリキュラムとか、今日やることっていうのは全然書かずに、その時の思いのままやってたんですよ、最初は。だから、仕事は減らない。増えていくんですよ。で、収入を増やそうと思ったら、僕のクラス数を増やさないといけないんですよ。だから先生、頼れる先生を任せてなかったから、だから、その、なんていうか僕がね、僕のクラスを増やすってことしかなかったんですよ。でも、ある程度いったらもう限界じゃないですか。もう増やせないところまで来るじゃないですか。そう、だからそうじゃなくて、仕組みを作るってことですね、本当に。そうやって普段のことで言えば、カリキュラムをちゃんと作って、それを僕だけじゃなくて他の先生が見てもできる状態に作っていくってことですね。そういう教育のマニュアルであったり、教育の資産っていうのを貯めていく場所っ
ていうのをこう作っていくということですね。はい、それを3年目ぐらいからやり始めました。で、正社員がちょうど入ってくれたタイミングだったんで、その正社員の方にそれをやってもらうと、それをやってもらう。だから僕が普段やってる言語化してないものを言語化してもらって、マニュアルみたいなのを作ってもらうっていうのをひたすらこの3年間かけてやってました。はい。だから、僕自身も、なんていうか、使える時間はもっと増えたし、その、なんていう、そのスタッフさん自身もそれを見たら分かるから、授業に準備する時間とかも減ったということで、そうやっていかに頑張ったら頑張っただけ楽になるような仕事をするのかっていうのはすごい大事かなと思ってます。そろそろ時間かな、そろそろ時間かな、はい、はい、そろそろ時間なんで、こんな感じでおしまいです。はい、またね、続きやります、続きやります。はい、さよなら。